眠っていたまえ。誰だ。君はこのまま眠っていたまえ。この光と闇の狭間でな。光と闇の、あ、そうだ、王様は一緒に闇の世界に残って、その後流れ着いたのは君一人だ。君には闇に打ち勝つ力がなかったのだよ。いや、闇に近すぎたと言うべきかな。人を闇の魔物みたいに。光に背を向け、目を閉じたまえ。ここで優しい闇に包まれていれば、眠りが君を永遠に守るだろう。だが、これは真実への扉だ。手に取れば君の眠りは終わり、真実へと歩み出すことになる。だが、その真実は君に痛みをもたらすはずだ。それでも行くのか。もう穏やかな眠りには戻れなくなる。こんなところで眠ってるのは退屈だからな。君らしい答えだよ、リク。真実への扉か。
Yeah!